よしよし、えらいね。え？あの子何やってんの？また許されたブスじゃん。何？もうちょっとかかりそう。あれ、プラは？どこ行った？やっぱり私許せないんです。そんなのごまかしです。トラ、どこ？トラ、さすが上級国民、やることが違うね。何？聞こえないんだけど。私は悪くない。お前がみんなに謝る！やあ、どうも。くだらない。あんなハゲと一緒にすんな！てめえらのインジュにはもううんざりなんだよ。ほら、戻ってる？ねえ、こら、それはトラの分。そうすれば先生もいなくならずに済んだな。あいつらみんなインチキだ。君の猫、森で動けなくなって。よかった。でも分かってても自分じゃどうにもならないの。燃えるのは私のせいじゃない。だけどお金を振らせて島を燃えさせたのは私だから、それだけは謝ります。ごめんなさい。他のことは私のせいじゃないから、絶対。はい、これ。ありがとう。それ猫のお礼。いらない。それ私のおごりだから。そしたら誰も気づかなかったってわけだ。え？あなた働かなくていいし暇でしょ。もう少しみんなに協力してくれてもいい？いや、わかった、やります。でも一人じゃ大変なんで助手つけてもいいですか？何の役にも立てないと思うんだけど。静かに。マジかよこいつ。何？どうしたの？ゲーム実況してる。あそこか。おい、犬山か？お、犬山だ。いてもいなくても誰も気づかないようなやつってことだから大した騒ぎにもなってない。捜査の基本、関係者への聞き込みよ。なんだ、そんなことか。私がボスで、あんたはただの助手なんだから黙って私に従ってればいいの。わかった？わかったよ。よろしい。今ここ、これは現実でしょ？元の世界でお金持ちがタダで物くれた？そうだけどさ。何よ、もうかんの？散々楽してきたんだ、いい君よ。これが現実、資本主義社会、わかる？さあ、知らない。サボんなよ。最近までここにいたはずなんだけど、なんか知らない？私じゃなくて、私の能力とでしょ。私のじゃない。こいつら、本当はおばあちゃんの猫なの。お、いい子ですね。私以外にも使えてたやついたはずだよ、超能力。ねえ、トラちゃん、私がいつチュール頼んだ？なーにその態度は。わかった、今日はご飯抜きね。はあ、ちゃんとやってんだけど。じゃあ何か成果はあるわけ？うん、どうせいじめでしょ。
フリーズに関係ありそうな能力がないか調べたいんだけど。へえ、あんた A ランク？どんな能力なの？指がライトになるんだ。すごいだろ。おい、さっきのはなんだよ。うまく丸め込まれちゃってさ。見ててイライラすんだよ、お前。本当は朝風をクソ野郎だと思ってんだろ。ぶん殴りたいと思ってんだろ。だっさ、喧嘩する勇気もないんだ。心配してるわけない。確かにみんな気にもしてなかったね。どうせ誰も見てないんでしょ。ただ一人でゲームやってるだけ。ここだとバカもバカにされなくて済むか。心配して損した。あいつらただの引きこもりじゃん。そんな言い方。朝風に頼んで無理やり引っ張り出せばいいでしょ。それで解決よ。そんなだからのぞみにも見捨てられんだ。好きだかなんだか知んねえけどヘラヘラ後ついて回ってさ、見てて気持ち悪いんだよ。違う、そんなわけないだろ。ほらやっぱり。それがダメなんだ。お前もあいつらもぶつからないとわかんないことがあんだよ。は？死ね。まぬけ。マジムカつく。ああ、イライラするな。まあ、私も言い過ぎたかもしんないけど。つい意地悪。お互い様でしょ。何はともあれ。ほら、呼んでるよ。僕じゃない。あんただよ。ほら、あんたを見てる。ああ、先越されちゃった。イエーイ！子供だね。おい、大丈夫か？どんな水でも美味しく飲めるんだとさ。ざまだね。あんだけ調子こいてて、ここじゃ泥水飲んでうめーってなってんの。あ、何？猿？見たい！私、猿が見たい！え、そっち？サルゲッター、貸してほしい。うん、いや、絶対見よ。あのクソ女、あれさえあれば愛しのお猿さんが見れるのに。どうする？盗む？脅す？殴る？騙す？やめなよ。じゃあどうすんのさ。その勝負乗った！ほら、まだまだ！脇が甘い！ヘッドが下がってる！おい！やる前に負けてどうすんだよ。勝つ気でいけよ。自分を信じないでどうする。わずかにストライクゾーンを外れたようにも見えるそのボールはグランドになだれ込んだ群衆は一斉に球審に襲いかかる。え、サル死んじゃった。ボール。ちょっと危ないじゃない。そうだそうだ、危険球だ、退場だ。ストライク、バッター。あー、バカー。ああ、サル見れないじゃん。ネズミ、かわいそう。ちゃんと私たちがこの世界を攻略できないとね。じゃなきゃご褒美もらえないんだからさ。ねえ、これこの世界のご褒美かな。それは老豪メガネ。みんなの年取った姿が見えるんだ。よっ、救世主。やめろよ。日本一ハゲ、歯抜け、あのさ、ながら。ラジダニは信じてるんだ。神様、神様。君が漂流を起こしたんだって言われた。うん、どうやってじゃねえよ、急にいなくなってさ。なんで逃げたんだ。なんで逃げたんだって聞いてんだけど、バカにすんな。そうやって周りをバカにして、自分だけかわいそうみたいな顔してよ。あ？ふざけんな。本当から逃げて自分をごまかすな。逃げた途端にお前はあいつらと同じバカになるんだ。猫じゃないんだ。急にいなくなるね。簡単なやつ。燃えた島？あれ？え？ながらの能力って移動なんでしょ？ん？シェイクハン。シッ、シタップ。紹介するね。
この人は山彦先輩。よし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 。誰？名前は？山田邦彦だ。フェチ。おい。面白いね。2つのこの世界を編集し合成することもできる。なんだそれ。わあ、懐かしい。転校生なのに。あ、そっか。それって大丈夫なの？変なことにならない？それはないよ。校長って、あの校長？はあ、なんだよ今さら。ながらにあんなことしといてさ。受け入れよう。は？なんでだよ。土下座だ土下座。どういうこと？もう一人私がいるんだけど。おい、まだ間に合うって言ってなかった？そりゃ残念。意外と簡単なんだ。へえ。そんなことに何万年もかけるなんて、死ねないって退屈だね。秋先生みたいなやつばっかりだったりして。あのインチキ教師ほんとやめてほしいんだけど。あいつもタメだったなんてすっかり騙されたね。何読んでんの？何？ロビンソンクルーソー？やめろよ。おお、その調子だ。何やってんの？それ。そう、そこのルートの方が通りやすい。もうおしまいだ。ちょっと画面やばいことになってるよ。おい、ながらどこだ？隠れてないで出ておいで。出た出たよ。みんなながらが心配じゃないのかよ。ここだね。おい、どうなってんだそりゃ。ラジダニが大事にしていた仏像、ゲンが壊してこっそり新しいのと入れ替えたんだ。ごめん、それだけ謝っときたくて。一回だけ。良い後悔を。君たちも。いいじゃんそれ、やろうよ。ねえ、のぞみもやるよね。シッ、シェイクハン。うん。バーン。死んだふりだよ。こう。こうだよ。ほら。ご飯できたよ。さあ、誰かさんと喧嘩でもしたんじゃない？意地悪。じゃあなんで犬になったか教えてよ。痛々しくて。くー、言うねえ。大丈夫？あんたって意外と簡単なんだね。でもちょっとわかる気がする。あ、ちょっとだけね。やまびこ。なんだい？一緒に寝ていい？みんなご飯だよ。おこたに入ってるとさ、なんかアイスが食べたくなるよね。本当なら今頃テレビでつまらないニュースが流れてて、ちょうど母ちゃんのまずいご飯が出てくる頃か。家に帰りたいな。よし、アイス食べよう。これあげるから。ダメ、帰ってきたら。おー、怖っ。でもさ、喧嘩の原因が髪の毛一本って本当なの？子供かよ。そう、そのまさか。多い方の毛を一本引っぺがして二人に見せればいい。いやー、すごいね。リセットなんてチートの能力もあるんだね。あの二人って双子じゃないの？ときめきダニ高校ってのは何？ラジダニが？すごい。へえ、やっぱインド人はすごいね。それどんなゲームなの？へえ、超面白そうじゃん。いいよ。あ、でもこれはダメ。マイダリー。どうしたらいいと思う？私の能力って何なのかな？あの子ら、生き物は持ってこれないんだ。それってなんか注文ミスみたいな感じだね。本気で言ってんの？このクマ知ってる。生まれた時のお祝いにもらうやつでしょ？うちにもあったよ。捨てたけど。うちに猫が来たからだよ。猫はあったかいけど、クマは冷たいから。死んでっから。この猫生きてっから。
誰かにすがっても何も変わらないんだ。自分でどうにかするしかないんだよ。頼んでたさくらのお薬だね。バイバイ。お、じゃあさくら、私を増やしてみて。え、ほらどうした、私を。え、私、私今まで何やってたんだろう。本当にやんの。やっぱダメ。今夜は親子丼にしよう。お、あった。式、それにこのかっこいい船とかどうしたのよ。道中ゆっくり話すよ。はい。え、やあ瑞穂。やっぱりラジダニは一緒に帰らないんだね。ラジダニはさ、ホームシックとかならなかった？元の世界より元の世界らしい世界だった。それはある女子生徒の肖像だった。面白くなってきたじゃん。どうだった？実際の彼女は絵ほど美人じゃなかった。その子は彼と美しい思い出じゃなくて、まだ形のない未来を一緒に作りたかったんだ。暗くて怖くてお腹がギュッてなる。のぞみもそうだったのかな。怖かったのかな。うっ、ちょっと。私はやりたいことがあるから。猫たちはもう向こうでは生きられないよ。うん、わかってる。だけどただ帰るだけじゃないんでしょ。今までありがとうね。さくら、じゃあね。私も行くからね。さくらも見守ってくれるかな。うん。あ、誰？なんか外れたけど大丈夫？へえ。のぞみは自分の心に従った。その責任も自分のものだから。じゃあね。でもその分しっかり全部なくなっちゃった。おい、ながら。ラジダニのオウムは笑う。どうせ僕たちに世界は変えられないって、だから大丈夫だって前私に言ったこと覚えてる？今でもそう思う？恐竜のこと覚えてないんだ。多分違う人なのかな。まあ大丈夫だよ。あの島でのあんたがまだ少しでも残ってるなら大丈夫だ。